皆さんこんにちは、精神科医の木村好美です。今回はワールドサッカーダイジェストさんが発行しているこちらのヨーロッパサッカートゥデイ2022-2023シーズン開幕号のこちらの本を活用しましてですね、私の大好きなマンチェスターシティについて徹底解説していきたいと思います。というわけで第2弾お送りしたいと思います。はい、じゃあ今回はディフェンダー編です。また背番号順にお願いします。はい、はい、じゃあ最初から私の推しであります、はい、はい、背番号2番カイル・ウォーカー選手からいきたいと思います。まあ推しなんですけどちょっと私のね、携帯ケースにもなっておりますあのカイル・ウォーカー選手、実は私ですね、あのシティが日本にあのマリノスとの、はい、試合に来た時にありましたね、あったんです。おまあ、あの写真もね、ちょっとここら辺にあるのかな、はい、あのね、いい香りがした匂いすっごいいい匂いなんですよ、でも本当になんか本当キュンとした、いや、そんないい匂いのする彼なんですけどでもやっぱりなんで好きかって言ったら、もうあのド迫力ですよね、やっぱりあそこで再度駆け上がる時のあれだけの迫力で駆け上がる選手って本当にいない、うん、まあ、フィジカルもあってスピードもあって、であの駆け上がりでなんかパスセンスとかそういうのも持ってるっていう、やっぱ攻撃をサイドからの攻撃ってなったら彼からいけるよねっていうところで、さらに結構1対1の守備の面もしっかりとこなす、守備良くなったイメージありますよね。最初はやっぱりそうなんですよ、最初は結構、まあ、守備はみたいな感じで、うんうんうん、ただ攻撃はやっぱすごいよねっていう感じだったんですけど、まあ、あのシティに入ってやっぱ1対1の時の守備っていうのも本当に良くなったので、うん、やっぱ彼はシティに入ってさらに成長し、うん、まあ、なんか本当ペップの下で成長した、ね、選手の一人でもあります。まあ、今年ちょっと中に入ったりしていろいろペップも試してるんだと思うんですけども、はい、だからここからさらにいろんな可能性をもしかしたら見出してくれるかもしれないなと思って、まだまだこれからの成長にも楽しみだなというふうに思ってます。では続いては背番号3番ルベン・ディアスです。彼1997年生まれなんですよね。はいはい、今25です。そう、はい、だからやっぱ入って本当23歳なのに、うん、これだけ、うん、あのキャプテンシーがあるというか、うんうんうん、やっぱり当時サバレタがいなくなったりとか、はい、コンパニーいなくなったりとか、はいはいはい、それこそ、まあ、今年はフェルナンジーニが出たと、うん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 、結構やっぱり年齢的に、支えてた人たちが、まあ、この数年で次々いなくなるっていう、うん、そうですね、ちょっと不安があるようなところはあったんですけど、うん、そこでやっぱりルベン・ディアスまだ若いのにすごい統率力があって、後ろでやっぱ彼がいるっていうのが結構精神的に安心感があるというか、これ名鑑には去年の9月に歌手のエイプリル・アイビーと破局して、今はダンサーと交際中とか、ね、いや、そうなんですよね、生活はチャラめ、いや、チャラめではない、チャラめではないですね、プロ意識は高い、うん、やっぱりプルトガルでクリスチアーノ・ロナウドを尊敬してるので、あ、なるほどね、そういうやっぱりクリスチアーノ・ロナウドって私生活すごいじゃないですか、うんうんうん、ご飯とか、はい、それを意識してるから彼はすごく真面目です。で、まあ、はい、本当時代のキャプテンって感じですよね、シティにとっては。そうですね、だからこれからまだ25歳なので、うん、やっぱりシティって今じゃあこの中でいる中ですごいキャプテンシーを持った選手がいるかっていうと、うん、なかなかいないんですよ ね、 そ う、 すね、そうなってくるとルベン・ディアスがキャプテンとして、引っ張っていってほしいなっていう気持ちもあります、うん、続いて背番号5番ジョン・ストーンズ選手です。本当若い時からね、エバートンの時からすごい期待されてたし、シティでもね、いいシーズンもあるけど、そうなんですよね、結構波もあるし、うん、まあ守備が若干、まあ、すごいんですよ、うん、すごい選手なんだけれども、結構シティ今センターバックがだんだん充実してきているので、うん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 、今回ね、また新しく入ってますし、そうですね、もう一歩頑張ってくれるとありがたいかなという気持ちがある、うんうんうん、はい、はい、今年結構ボランチ系を、そうなんですよ、うん、だからこの間の試合でも本当センターバックじゃなくて一歩前でアンカーでね、はい、アンカーでやってたんですよね、はい、でそうすると結構活躍したんですよ、はいはい、だからもしかしたら彼は今年そっちのポジションで、うん、
ちょっと出番が増えるかもね、うん、開くんじゃないかっていう。なるほどね。あ、でもストーンズ、あれですね、いや面白かったのはあのタトゥー入ってて、うん、浮気して彼女のタトゥー入れさせられるっていう。あー、なるほどね。そう、腕かな、腕にがっつり、やだな。いいね。やだ。続いては背番号6番ネイサン・アケ選手です。彼はすごい良くなりましたね。あー、なるほど。もともとはちょっとアケが出ると守備大丈夫みたいにちょっと思っちゃってたんですけど、もう最近は全然安定してて良くなったなって思います。アケ髪型かっけんだよ。あれ、これかっこいいのかな、うん、私この髪型そんなに好きじゃないな。でもあれですよ、あの彼今シーズンのオフ、はい、の前のオフ結婚したんですけど、はいはい、10年以上交際期間。あ、なるほど。素敵じゃないですか。素敵ですね、うん、羨ましい。いや、それについて羨ましい。続いては背番号7番ジョアン・カンセロ選手です。まあ、カンセロって言ったらカンセロロールという、はい、言葉をもう作ったぐらいの選手ですけど、偽、うんうん、サイドバックの、うん、まあ元々あったものをさらに向上させたんじゃないかぐらいのやっぱりことができるし、彼がいることで本当に攻撃の幅が広がるんだなっていうのが思うし、まあドリブルも本当にすごいですし、まあ、マルチに活躍できる選手だなっていうふうに思います。ポジションカンセロ。そうですね、そうですね、本当ポジションカンセロです。そう、今シーズンからスターリングが退団して背番号7番になりまし ました。サイドバックで7番なかなか珍しいですね。珍しいですね、うん、すごい選手なのでぜひ見てください。はい、というわけでじゃあ次は背番号14番エメリック・ラポルト選手です。ちょっとね、あの膝の手術をちょっと今シーズンに入る前にしまして、今はまだ復帰にいばしてないんですけれども、このシティの話をしてるとビルドアップってことはもう本当によく出てくるとは思うんですけれども、うん、やっぱり彼もまさにそうで、どこからでも攻撃を始められるのはやっぱり彼がいるからっていうところはあるかなっていうふうに思います。最終ラインの司令塔って感じですよね、本当にね。そう、この間ワールドサッカーダイジェスト あのファッション診断、はい、はい、あの連載あると思うんですけど、そこでラポルト選手出てたんですよね、はいはいはい、で、あのまあまあ奇抜なファッションちょっとだけセンスはないのかもしれません、ね、まあ、その分ねパスの精度を上げてくれればいいですよ。ピッチ上で見たいですね。ピッチ上で見たいです、うん、続いてはですね、まあ背番号21番、私をあのシティに導いてくれた番号ですけど、あのそれを引き継いだセルヒオ・ゴメス選手です。アンドルレヒトから来たんですけど、これあのシティ好きの人は思うと思うんですけど、コンパニーの元でやってたんですよ。あ、はい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 、シルバーの番号をつけてて、さらにコンパニーの元でやってきた選手が入ってきたっていうことが感慨深い、うんうんうん、しかもやっぱり21番なんでつけたかって言ったら、本当にちっちゃい時からシルバーが好きで、その人シズンなんですよ。やっぱりシティ の意思を引き継いでるんじゃないかなという選手。うん、なるほどね。2000年生まれですからね。そうですね、まだまだ若い選手がここからシティを盛り上げてくれるんじゃないかと。ちょっとカンセロの壁は厚いですけど、活躍してほしいなというふうに思っています。はい、続いてはですね、背番号25番マヌエル・アカンジ選手です。今シーズンから入ってまいりました。ただもう彼はそうハーランドすごい補強だった、うん、ハーランド補強すごいねって言うけど、うん、彼もね本当にいい補強をしてくださったと思います。だから本当にあの神補強だと思うので、あのシティの方々本当にありがとうございますっていう感じの選手です。しかもあのギリギリのねやっぱ緊急 の、うん、あの補強だったので、あの結構お安く手に入ってるんですよね。あ、はいはいはい、まあ、シティにとっては、まあ、割とお安い、うん、確かにね、シティにとってはね、シティにとってはね、シティにとってはね、そうなんですよ、シティにとっては、ね、言っとく最初からシティにとってはお安かったです、これは。なのでやっぱそこでこんだけいいあの選手を取ってこれたのは、うん、かなり良かったんじゃないかなと思います。本当にビルドアップの能力もすごくて、あのすでにもう結構適応してるので、うん、いやだから多分あのシティ側もここまでちゃんと活躍してくれるともしかしたら思ってなかったんじゃないかなって思うんですけど、まあ、予想以上の即戦力だった、はい、だからこれからもどん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 出てくるのではないでしょうか。はい、背番号82番リコ・ルイス選手です。彼アンダー8
からもうすでにシティの下部組織にいたんですよ。で 8からで、16歳でもうすでにトップの練習に、うん、初参加しているんですよね、うん、フォーデンとかパルマとか、あのパルマくんもね最近結構出てますけど、そういうような、うん、と先輩たちの意思を引き継いで、まあ、シティらしいサッカーをしてくれるのではないでしょうかという期待は込めてます。続いては背番号97番ジョシュア・ウィルソン・エスブランド選手です。名前がねさすがに言いにくいですね、からなかなか長い、はい、去年ちょっとカップ戦とかでは出てたんですけど、まだ、プレミアとかでは、ベンチ入りとかはしてますけど、基本はアンダー23で出てる選手なので、まあ、なかなかトップチームで、プレーを見るっていう機会がまだ少ないかなという感じなんですけれども、ダイナミックな攻撃参加が持ち味って書いてあるから、であとなんか柔らかい身のこなしとボールタッチ、うん、ここの書いてあるところでは、はい、シティのサッカーにすごいなんかマッチするんじゃないかなっていう気がするので応援したいですね。今回の動画はここまでです。ありがとうございます。ありがとうございました。楽しい。楽しいですか、うん、ありがとうございます。楽しい。しかも私結構やっぱりもともとディフェンダー好きなので、はい、まあ、ウォーカー好きです。はいはいはい、はい、でまたシティはねディフェンダーもやっぱり攻撃にどんどん、そうですね、はい、うん、行く選手が多いので、見ててもやっぱりただ単にディフェンスの選手って思わないで、攻撃にもこれだけあの貢献するんだっていうのが見られるので、うん、やっぱり今まであんまりシティのサッカー見たことないっていう方もあのぜひぜひあの推しのディフェンダー出てくると思うので注目していただければと思います。はい、というわけでですね、第2弾ありがとうございました。続いて第3弾あのミッドフィルダーフォワードと続きますので、ぜひ見ていただければと思います。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。